ペーニグセグは、新型スーパーカーのジェメラ、コーエニグセグゲメラの新たな画像を公開した。ペーニグセグによると、スウェーデンの本社近くのテストコースで撮影されたものだという。ジェメラは、ペーニグセグ初の4シーター車で、300台が限定生産される予定だ。外観は、ジェット戦闘機風のフロントガラス、隠された A ピラー、短いオーバーハング、大型サイドエアインテークなど、ケーニグセグのデザインの特徴を維持している。ボディサイズは、全長 4975mm、全幅 1988mm、全高 1295mm、ホイールベース 3000mm だ。3000mm のロングホイールベースは、これまでにない快適性と直線安定性を提供する。後輪ステアリングは、機敏なコーナーリング性能と小型車並みの最小回転半径を実現する。一方、高速走行時には、後輪ステアリングがコントロール性を向上させる。フロントのデザインは、1996年に開発されたケーニグセグ初のプロトタイプ、ケーニグセグ CC にインスパイアされている。強固なカーボン製モノコックのおかげで、ドアは B ピラーを持たない。上方に回転して垂直に開くドアの向こうには、4人乗りのスペースがあり、アクセスのしやすさや快適さを追求している。ジェメラは、強固なカーボンファイバー製モノコックを基本に、6つのスマートエアバッグ、ESP、トラクションコントロール、ABS、ADAS2.5 と呼ばれるアシスタントシステムが装備される。トルクベクタリングも採用された。チャイルドシート固定のアイソフィクスは後席で利用できる。ジェメラは世界で最も安全なメガカーの一つであり、世界各国の安全基準に適合するように設計されているという。ケーニグセグジェメラは、4人の乗員とその機内持ち込み手荷物に対応できるスペースを備えており、快適に移動できる。ケーニグセグのメガカー、最大出力が1メガワット、1000キロワット、1360ピコセカンド体験を家族や友人と共有できるようにすることを目指したという。また、4シーター車であるにもかかわらず、ジェメラは多くの2シーター競合メガカーよりも優れたパフォーマンスを持つという。ジェメラは、長距離の家族旅行などで快適さや安全性をこれまでにないパフォーマンスと共に実現することが目標だ。ジェメラの開発では、日常の使いやすさと快適さを実現することに重点が置かれた。4つのカップホルダー、前席と後席用のセンターインフォテインメントディスプレイ、スマートフォンなどの無線充電器、Apple CarPlay、Wi-Fi、11スピーカーサウンドシステム、カメラシステム、低反発シート、電動フロントシートなどが装備されている。ケーニグセグジェメラには、PHV、プラグインハイブリッドパワートレインを搭載する。電気モーターは、後輪の左右とフロントに合計3個レイアウトされ、最大出力 1100HP を獲得する。ミッドシップの TFG と名付けられた2リットル3気筒ツインターボエンジンは、最大出力 600HP 7500rpm、最大トルク 61.2kgm 2000から 7000rpm だ。この3気筒エンジンは、刺激的なサウンドを追求する。ジェメラは、システム全体で 1700HP、1.27MW の出力と 356.9kgm のトルクを引き出す。完走重量は 1715kg、 動力性能は0から 100kmh 加速を 1.9 秒で駆け抜け、最高速は 400kmh に到達する。
蓄電容量 16.6kWh の 800V バッテリーは、EV モードで最大 50km の航続を可能にする。EV モードの最高速は 300km とした。ジェメラは、ガソリンだけでなく、エタノールや CO にニュートラルなメタノールが使用できる。ガソリン 15% プラスエタノール 85% の混合燃料 E85 にも対応している。セグジェメラ。今、注目の写真、トヨタハリアー新型のインテリア。